はい、10月号救世救霊戦名です。いろいろ皆さんも長4月からやってだいぶ分かっていらっしゃるかと思います。今回もまた気質キリリと書きましょう。で、今日はこの意という字のこの空間気をつけてください。先生もここ広く書かれていますね。ここの空間です。そしてここが右に上がっていくように、そして右側は左の刻よりも高いところで終わっています。これはここがいつも私たちが書くよりも随分長いですね。それからこの点、気持ちを切らずに楷書といえどもポツンポツンポツンとならないように書いていきたいと思います。それではまず1画目、こう1画目ちょっと反っているように見えるのですが、それは気質と次に動く角度の違いだと思います。では参ります。入り込んでこちらに動くと反って見えますよね。それからしっかり細木を効かせます。で、この辺りでしょうか、これもしっかり穂先でジャンプで、遠いです、右上がりに。で、気持ちを切らずに、そうするとここよりも上に上がりますね。次です。ここよりも右上がりになるようにしてしっかり穂先を効かせていきます。で、しっかり次もキリッと入ります。ここもし、あとここを揃えると綺麗です。ここもしっかり折り返しましょう。筆をたわませて折り返します。同じところに行きたいと思います。しっかりたわませて、この角度とこの角度が違うのをよくご覧になってください。こう行き、ここですね、また気質をしっかりキリッと、ここも突き返してください。筆を突き返してます。ここがあんまり上向きにピョンと跳ねないように、この角度大事です。そうして先ほど申し上げた最後の点点点点が気持ちを切らずに、この外側からまず一つ目の小さな点、動きましょう、中で穂先を動かします。次、少し大きいですね。そしてちょっと行為があるんでしょうか、こんな風になってこう小っちゃい点ですね。で、ここで見て欲しいのはこの角度、これですね。これとこの角度が違うということをご覧になってください。